いい直政、まさ。いいは、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。いい氏、第十七代、または二十四代当主。上野国高崎藩の初代藩主。後に、大見国助和山藩、彦根藩の初代藩主。徳川氏の家臣、家臣になった当時は戸様。東江東国伊谷の出身で、流意機では、酒木原氏や鳥居氏と並び。 三河岡崎後、普代として記載されている。また、江戸時代に、普代大,大名の筆頭として、江戸幕府を支えた良いの手本となり、現在の群馬県高崎市と滋賀県彦根市の発展の基礎を築いた人物でもある。徳川四天王、徳川十六新章、徳川三傑に数えられ、家康の天下取りを全力で支えた行進として、現在も検証されている。 その一例として、滋賀県彦根市では、直政が、現在の彦根市の発展の基礎を築いたということを、検証して、良い直政公検証式という祭典が毎年、行われている。永禄四年、1561年2月19日、今川氏の家臣である、良い正氏親の嫡男として、東東三区新井谷、現在の静岡県浜松市北区稲佐町委、e、員国、近くの岩いだ。 ほうだ、現在の浜松市北区細江町中川で生まれ、母は奥山あさりの娘、おひよ。陽名は虎松。いいしは先祖代々、いい谷の国人領主であり、当時のいい家当主である、いいなおり、虎松の父、自家親のいとこで、養父は今川義元に仕えて、桶狭間の戦いで死した。父の次期親は、虎松の生まれた翌年の江六五年。 1562年、無本の剣威を受けて、今川氏真に中殺された。当時、虎松はわずか2歳であったため、直森の娘にあたる二郎奉仕が、いいなお虎と名乗り、いい市の当主となった。虎松も、今川氏に命を狙われたが、兄の親乗りが、除名嘆願して、親乗りの下で聖母、お日与と共に暮らす。しかし、永六7年、1564年、 親乗りが内死にし、そのまま親乗りの妻のもとで育てられたとも、親乗りの妹での青森の未亡人、ゆうつばきにと、おひよが養育したとも言うが、a 十1年、1568年、貝のノ国の武田氏が今川氏を攻めようとした際、イイケガロウの尾道義が、今川氏からの命令として、虎松を亡き者にして尾野が、飯谷の軍勢を率いて出兵しようとしたため、 トラマツを出家させることにして、浄土寺、さらに、三河国の宝来寺に入れた。天正二年、1574年、トラマツが、父、自家親の十三回帰のために竜部家寺に来たとき、椿に、自家虎、おひよ、竜部家寺住職、南京随劇が相談し、徳川家康に仕えさせようとする。まずはトラマツを宝来寺に返さないために、おひよが、 徳川氏家臣の松下政敬に再化し、虎松を松下氏の養子にしたという、伊池家伝記。天正三年、1575年、家康に見出され、いい氏に服することを許された虎松は、なお、伊万マ代チと改めた。さらに丘陵である伊谷の領有を認められ、家康の故障として取り立てられた。マンチは、皇天神城の戦いの攻略をはじめとする、 武田氏との戦いで先行を立てた。天正十年、1582年、22歳で、元服し、直政と名乗る。同年の本能寺の変では、家康の伊賀越えに従い、滞在先の境から、三河国に帰還する。天正神後の乱で、北条氏との講和交渉を徳川方の使者として、担当し、家康が武田氏の丘陵である、品濃国、海の国を平等すると、 武田家の旧臣たちを多数に付属されて一部隊を編成することとなり、次第将になった。これにより、徳川重臣の一翼を担うことになる。その部隊は、家康の命により、武田の兵法を引き継ぐもので、その代表が、山形正影の朱色の軍装、または尾幡赤武者隊を継承し、E の赤備という軍装であった。天正十年八月までに、兵部将有と解消する。 胸部、大助とあるのは期天正十一年一月十一日、家康の幼女で、松平康氏親の娘である花、後の東梅院と結婚する。天正十二年、五百八十四年の小牧、長久手の戦いで、直政は初めて赤備えを率いて、武功を挙げ、なお知られるようになる。また小柄な体つきで顔立ちも、少年のようであったというが、 赤備えをまとって、兜には、鬼の角のような建物をあしらい、長奏で敵を蹴散らしてゆく、勇猛果敢な姿は、い、e、いの赤鬼と称され、諸大名から恐れられた。同年2月27日付で、修理大部に任官された。ただし実際は、天正14年5月から6月に任官されたものが、日付を遡って、口千案が発給された。また、実際には、 修理大部を称していないため、一旦任官された後、辞退した可能性が指摘されている。天正十三年、1585年、真田攻めの撤退を指揮するために、上田に派遣される。天正十四年、1586年10月、家康が上落し、豊臣秀吉に侵入すると、直政の武勇、政治的手腕を、 秀吉は高く評価し、11月23日に十五石下にジョイさせ、豊臣政を歌詞したという。天正16年、1588年4月、呪落大行校の際には、徳川家中で当時筆頭画廊であった、坂井中治をはじめ、古参の重臣たちが初代部に泊まる中、直政のみが昇殿を許される一段身分が、上の子を家なりに該当筋中に任官され、 徳川や中で最も高い格式の重心となった。この時に、伊持重、藤原直政という署名が見られ、呪落行後期、豊臣政ではなく、藤原政を称した。直政は新参ながら、数々の先行を評価され、天正十八年、五百九十年の小田原聖伐では、数ある武将の中で唯一野衆をかけて、小田原城内にまで攻め込んだ武将としてその名を知られる。 北条五代記。欧州潮木の久野平正美の乱でも潮木軍の先鋒を務めた。その後、北条氏に代わって家康が江戸に入ると、直政は、上野国美野は、群馬県高崎市に、徳川歯科診断の中で、最高の十二万国で封ぜられる。慶長三年、1598年には、美野和城を廃し、南の和田城を改築して、 高崎城と解消して新たな居城とした地名の由来に関しては、高崎市の項目を参照。この時、美濃和城下に住んでいた民衆たちも高崎に移っている。慶長三年、1598年、直政が番役として、京都にいる家康のとにいた時に、秀吉が死去し、この後の政治構想で直政は、豊臣方の武将との交渉を引き受け、 家康の味方に引き入れることに成功している。特に、黒田義孝、長政氏とは名役を結ぶまでの関係を築き、黒田家を通じて、その他の武将も、近乗り側に組み入れた。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いでは、家康本軍に随行し、本田忠勝と共に、東軍の軍艦に任命され、東軍式の中心的存在となった。同時に、 全国の諸大名を東軍につける工作を行い、直政の誘いや働きかけにより、京国工事、竹中重門、加藤貞安、稲葉貞道、関和政、相良頼房、印度おライニーラを、西軍から東軍に取り込んだ。関ヶ原本線では、先人が福島正則と決まっていたにもかかわらず、直政と松平忠義の抜け駆けによって戦闘が開始されたと、されているが、 実際は、抜けがけとされている行為は、霧の中での偶発的な、総戦であり、戦闘開始はそれに続く、福島隊の浮田隊に向けた銃撃に求めるべきと、されている。開戦後は、島津義弘の意いである、島津と義久を討ち取り、さらに退却する、島津軍を百余機率いて追撃する。ついに義弘の目前まで迫り、義弘討ち取りの命を下した際に、 島津軍の柏木源富士が撃った銃弾が、右肘関節、記述によっては右肩、または左腕に命中し落馬してしまう。あまりの猛追ぶりに護衛も兼ねる配下が追いつけず、短期かけのような状態であったという。関ヶ原の戦い後は、大怪我を負ったにもかかわらず、戦後処理と江戸幕府の基礎固めに尽力した。西軍の総大将を務めた。 毛利輝元テルモトとの講和交渉役を務め、テルモトからは、直政の取りなし、特に、ス王、長ナの二カ国が安堵されたことに感謝され、今後の、御指南役を後期処分を送られている。また、小牧、長久手の戦いでは直政が、同盟交渉にあたり、呪落大行校では、同じ自重以上の大名行列に育部し、昇殿した縁もあり、 長祖壁元親とは実婚の中であったとされ、その息子で同じく親しい間柄にあり、意に反して西軍に組みすることとなった、上心の謝罪の取り次ぎを仲立ちをした。その後、上心が、下臣の残言から兄を殺害してしまったことにより、所領没収となった際に、下臣の鈴木平米を、裏土城へ派遣したが、長祖壁の下臣に抵抗されたため、攻撃して城を接収した。その他、 徳川氏と島津氏の和平交渉を仲立ちし、外交手腕を発揮している。真田正幸とその次男、信重、幸雪村の除名にも尽力した。これは、東軍に味方した、正幸の長男、真田信幸の根性を受け入れたもので、信幸は将来まで、徳川家に尽くすだろうと考えての行動だったいう。これらの功によって、石田三成の給料である、大見国助、和山、 滋賀県彦根市十八万国を与えられ、十四位下に任官された、いい府家康は、西国の抑えと非常時に朝廷を守るため、京都に近い彦根に、いい家を廃したと伝えられ、これを見ても、徳川家から強い信頼を受けていたと考えられる。慶長七年、1602年2月1日に直政は、死去した。遺体は、いいにより、 当時、セリ川の三角州となっていた場所で、ダビに付され、その跡地に、長松院が建立された。家徳は、長男の直継ぎ、後の直勝が継いだが病弱であったため、大阪冬の陣に出兵するに際し、家康の直命により、次男である、井伊直隆が指名された。その後、彦根城の築城が開始されると同時に、助は山藩、十八万国は、 廃藩となり、代わってこの地には新たに、彦根藩、三十万国が置かれた。それ以来、彦根藩は、明治時代になるまで、いい市の藩として栄えることとなった。天正十年、1582年の後、北条氏との講和によって、武田氏の旧臣たち約百二十人と家康の旗本の一部が配属されたことから始まる。この時、直政は、 兜や鎧をはじめとする戦で使用するすべての装備品を赤で統一させた。これはかつて武田の赤備えの章であった山形正影の意志を継ぐという意味もあったが、その他に赤色だと目立ちやすく、戦の最中にどこに自分の部下達がいるのかは一目でわかるいう意味もあった。以後、いい氏の軍曹は幕末まで赤備えを基本とされた。家徳は長男のいい名を継ぐ。 後の直勝が継いだが病弱だったため、家康の直命により、直継ぎは分家して、上の安中藩主となり、弟の井い,い直高が直政の家督を継ぐこととなり、以降は、直高の子孫が、彦根藩主を継承することとなる、以下かもんかしらや。直勝と改名した直継ぎの子孫、井兵部昭家は安中藩主三河西尾藩主等うと掛川、 藩主越後良いた藩主として存続した。直政の死後、沢山次郎を廃して、彦根城を築き、大阪の陣の後に五万国ずつ加増されて三十万国の大大名となった直政の子孫は、不大大名の筆頭として惑星に重きをなし、江戸時代二百六十四年間を通じて、井伊直介など四名の大老を排出した直隆、直隅が大老と呼べるかどうかは、 諸説ある。しかし、直助が安政7年、1860年の桜田門外の変で暗殺された後、十万国の元宝を受け、幕府から礼遇されるようになった。その後、第二次長州征伐では、彦根藩五百十人が赤備を率いて出陣したが、鎧が夜間でも目立つことがかえってあだとなり、遊撃隊に狙撃され、鎧を脱ぎ捨てて、 改装するほどの大敗を喫したという。露覚した部分について、石川今五郎に、何分か中をびただししきことかず知れず、下報も十4丁体中へ奪い候中にもアメリカ報道十二フード丁この分配よほどの、那報ながら、兵イライフル二時ハムの甲小銃派少なく、玉これあり孔もヤーグルまたは、和刀に缶をつけ候様,様のものにて無用の品のみ、それ古戦争中にも、 小銃競り合いは、よほど容易に、高徳とも、大砲は思いのほかよく打ち高う様を考えられと、酷評されいる。その後、一万三千人の家臣のうち、砂漠を唱えるのはわずか三人というほど、反論の大勢が、官軍側となり、と場、伏見の戦いにおいて、官軍側につき、母親戦争では欧州まで遠征している。明治時代、いい家のうち大名であった本家、 彦根藩、文献医評部醤有家、与イ藩はそれぞれ家族に列し、家族令施行後、本家は白尺、医表部醤有家は死尺に助せられた。昭和になると、16代当主、井直義オは36年にわたって、彦根市長を務めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。